今回紹介するのは、未来年表人口減少危機論の嘘という本です。ベストセラーになった未来の年表を中心に、少子高齢化で人口減少時代に突入すると、日本が危機を迎えるという論評に、著者が論理的に反証した一冊です。まず、人口減少イコール危機を煽っているのは、 地方自治体の合併でポストが減る地方公務員だとカンパした上で今注目の外国人労働力移民等に触れています。ここでは皆さんがとりわけ関心のある3テーマについてレビューしたいと思います1人口が減少すると国力経済が崩壊する国力を GDP で捉えると GDP= みんなのの平均給与総人口と計算でできるる確かに GDP は減少するただし世界に目を向けると人口が増える国はインドをはじめ多くあり海外市場に進出すればよいまた人口減少の局面では人口オーナスといって一人当たり GDP は押し下げられるがこれらは 女性や高齢者の積極的登用 AI による生産性向上で回避ができる。2人口減少に伴う労働力不足を補うために外国人労働者を受け入れよう今空前の人手不足が起こっているのは確かであるがブルーカラーもそのうち AI 化されてくるはずであり労働力という観点では 最終的にに外国人は不要になってくる逆に外国人の雇用を増やすと日本人の雇用を圧迫するし安い賃金で働くから日本人の賃金水準も下がる外国人の生活保護受給世帯が増えるという懸念がある外国人が留学生として日本に入国し日本の高額医療を受けて 母国に帰るという問題がある。文化摩擦や治安悪化、最悪はテロへの懸念も強い。何より、外国人参政権により、外国人を日本の政治に組み込もうという意図がある。要は、安価な労働力を手にしたい経済界と、その創価のマスコミが、外国人労働者受け入れを拡作しているだけである。3、現役世代が減れば、 年金制度は破綻する年金不安の根拠として必ず持ち出されるのが65歳以上の高齢者1人を15から64歳の現役世代 X 人で支えるという理屈である内閣府の高齢社会白書によれば2020年には2人2040年には1.5人で1人で高齢者を支えることになるしかし たとえ現役世代の人口がいくら増えたとしても所得が増えなければ危機であることに変わりはない逆に言えば所得さえ上がれば十分に高齢者を支えることができるつまり人口×所得の金額こそが大事なのだそれには何よりも経済成長が重要になる確かに昔は6から7人で1人の高齢者を支えていたが その頃の給料は今よりもずっと安かったそして国力経済が大丈夫なのは最初に見た通りであるいかがでしょうか皆さんの不安の払拭に役立ったでしょうか現在はメディアの変更報道で国民が煽られ政治的に間違った判断をする可能性もある時代ですそういうフェイクニュースに惑わされ 日本を間違った方向に進ませないためにも有益な一察だと思いますしかしフェイクニュースの根源の多くの場合既得権益を失いたくない公務員であるのは困ったものですそのためにも元財務官僚で年金定期便等さまざまな施策を実行された著者の本は有益だと思います以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。